大宮です。1人変わりました。今日は武田がスタメンです。ゴールキーパー志村、そして4バックは茂木、新里、西村、小野、中盤は大山、小島のダブルボランチ、右に武田、左に矢島です。2トップは今日も奥貫と菊池となっています。一方の金沢です。こちらも1人だけ前回とは変わって大石がスタメン入り。ゴールキーパー白井です。4バックは増田陸、松本、庄司、長峰、ボランチが藤村と小野原、右に大石、左に島田、フルス対決になります。島田慎太郎、ツートップは今日も豊田と三輪となっています。混雑しているゴール前、まあ、左足でインスイングで蹴るんで、まあそこに立たれるとね、キーパー相当嫌でしょうね、はい、武田の左足です。小梅にヘディングシュート、笛が今吹かれました。菊池がシュートに行きましたが、どこを取ったかはちょっとこれだとキッパーのところを取ったんですかね、はい、かなり混雑して、うん、そうですね。小野、サイドバックの小野から矢島、そしてまた小野、このパス交換、矢島のクロスボールはちょっと短いか。さあセカンド回収できるか。いいですね大宮、しっかり高い位置を奪ってからシュートを狙ってきた、うん、矢島のシュート、庭も来る、足元を収める、庭から島田、さあ島田左足で戻して、ここは長峰、島田、ランダー入れる、まだ庭へ繋がる、庭なんとか残した、シュート、正面キーパー島田が防ぎました。金沢の方が、ね、なかなかチャンス作れない中でね、決定機でしたね、はい、かなり強引にこじ開けた感じでしたけど、志村ここよくね、その後ろにはニアもいます。ニアに来る豊田、さあファーに蹴ってきた、エーシュート、叩きつけたが、叩きつけてはいきましたが、増田でしょう、まあ、ゾーンで守ってる中でね、外のところは一番狙い目だと思うんですけど、矢島、小島、ちょっと囲まれます。ここはよく奪ってきました。中盤の前から小野、そして前を向いて、はい、左サイドスペースを使ってきます。長見入れる、ヘディングでここは触って、まあクリアというかこうなりましたが、西村ちょっとね、角度次第では危なかったですが、松本大輔がファーにいます。ここにマスタリクもいる、折り返す、折り返した方向から岩は打てない、ただもう一回松本博也、そしてこぼれたところはキーパー出る、最後は志村がいい反応してキャッチ、泉沢二人見ています。クロスはどうか、曲げたがそのまま大山のクロス、中盤で1回受けます。矢島、ここからサイド振ってきます。そのままドリブルからブレーキシュート、軽く振り入れていった、まあ、ここ左を使うっていう選択肢もあったと思うんですけど、まあ、かなりここも速い、泉沢よく足を出した、よく足を出してきました、うわた、狙った、一応タイミングで打ってきました。ここは川田の先ほどのシュートです。逆にこちらも一本右のサイドの裏、菊池が折り返す、お、走り込んで泉沢、もう一回泉沢切れず、まず1本目のこの対応落ち着いて、しっかり飛ばずに最後までボール見て、2本目もね、ここも立ち上がりがまず早かったですよね、非常に。志村、この前で取りました、取り切っていった森、さあ森中身出る、走り込んで1回マイナス、まだチャンスがある、シュートは打たない、ここで藤村、決まった、藤村素晴らしいゴールを決めてきました。ネットを直接揺らした。
ついに86分金沢先制点、1点を先制です。ここ小野のところからね、金沢ボール奪ってからのショートカウンターでしたけど、もう平松のところ一瞬コントロール長かったのかなと思ったんですけど、まあ、よく藤村に落として、あとはこのシュートですよね。力抜いてもう膝下だけですよね。気持ちよく振り抜いた。ちょっとアウトにかけて、これも狙いでしょうね。少しバウンドもしている中でしたが、今季初ゴールを挙げています藤村啓太。大宮この1本取りません。しっかりバスタリック、グリーンが跳ね返した。これを拾って新里、もう時間がなくなっています。横へ繋げるが茂木、ここもプレッシャーかかる。前で送るがちょっと苦しいボールになった。まもなくもう5分。ここで今試合終了。末源金沢が1対0で大宮アルリージャを破りました。4試合ぶりの勝利を獲得しました末源金沢。